こんにちは、畠山大輝です。今日はこんなものが届いたので、紹介したいと思います。じゃん、こちらです。これはですね、何かと言いますと、カファミルク、バリスタの世界チャンピオンでもある井崎秀則さんが、商品開発をされたですね、カファミルクという商品、これクラウドファンディングやられてたんですけれども、そのクラウドファンディングの、リターンとサンクスメッセージが入っているということなので、ちょっと開封していきたいと思います。こういう感じです。多分これがサンクスメッセージなんですかね。このようにサンクスメッセージも入ってます。サンクスメッセージにはなんかこう、この商品をね、作るにあたっての、経緯だったりだとか思いだったりとかが結構熱く語られております。じゃん、こちらが、カッファミルクですね。こちらがカッファミルクですね。すごいおしゃれなボトルに入ってますね。ブリュードバイ秀則伊崎ザワールドバリスタチャンピオン。おー、かっこいいですね。ワールドバリスタチャンピオンですよ。日本人で今ただ一人ですからね。素晴らしい実績を持ってます。25種類の瞑想スパイス、あとリラックスミルクですよということですね。で、ストレス社会で生きる現代人のための全く新しいコーヒー、カファ。9世紀瞑想とともに愛飲されていたコーヒーの実とスパイスを煮出した元祖コーヒーをイメージし、ホッとする味わいのミルクをたっぷりと加えて現代風にアレンジしました。あなたの心と体を幸せな異世界へ、この一杯と平和なひとときをお楽しみくださいということですね。すごいですね。25種類のスパイスと、牛乳と、もちろんコーヒーも入ってます。いや、すごい。で、ちなみにコーヒーはですね、ホンジュラスとエルサルバドル。また結構こうなんかマニアックなところを行きましたよね。こう中米ですね。いや、中米いいコーヒー取れますからね、これは期待できそうです。それでは早速、いただいてみたいと思います。内側にもこうブリューピースって入ってですね、すごくおしゃれなパッケージです。で、このパッケージはコーヒーのカスを再利用した再生紙だそうで、環境にも配慮されていて素晴らしいですね。ちょうどこれお風呂上がりにね、飲むといいということなので、もう今はですね、お風呂上がりに撮影しております。もうちょっとね、汗もかいて体がほてった状態なんですが、そういう時に飲むと、なお美味しく飲めるよということなので、ちょっといただいてみたいと思います。お、あ、すごいシナモンの香りすごいですね。シナモンとクローブかな。これはこのままですね。このままです。はい。おお、これやっちゃうんですよね。ちょっと貧乏っぽいですよね。貧乏症ですんでしょうがないんですけど。ではちょっといただきたいと思います。わっ、いや、これうまっ。いや、これちょっとね、もったいない感じするんですけど、もうごくごくっといきたくなるコーヒーですね。いや、めちゃくちゃ美味しいです。25種類の、香辛料が入っているということなんですけど、さすがに25種類はね、わからないんですけど、シナモンとか、あとはクローブ、山椒みたいな感じは少しありますかね。で、もちろんコーヒーの味わいもありますし、ミルクの柔らかなテイストもあります。一応成分表をね、見てみると、それ以外に小豆茶とか、陳皮、茶葉とかもね、入ってるみたいですね。で、その他香辛料という感じになってます。もうこういうことを言うとですね、結構めんどくさいやつって思われちゃうんですけど、僕はですね、植物油脂とかね、そういったのが入ってる飲料とか、食物食べ物っていうのはですね、なるべく取らないようにしてまして、そういうのが入ってないっていうのもすごく嬉しいですね。いや、これは美味しいですね。なんだろう、これすごく爽やかなスパイスの香りがふわっと鼻の
この奥に抜けていく感じっていうんですかね、すごく美味しいです。甘さもそんなに甘くなくて、すごくちょうどいい感じの苦味と甘さとで、このミルクのミルキーな感じと、あとはスパイスのですね、こう鼻に抜ける爽やかな感じっていうのがすごく複雑に混ざり合ってすごく美味しいですね。いや、いいですね。なんかこの爽やかな感じになるのは山椒ですかね。うん、素晴らしく美味しいです。ではゆっくり飲んでいきたいと思います。はい、ということでごちそうさまでした。とても美味しかったです。さすがワールドバリスタチャンピオンの、伊崎さん、ものすごく複雑なのにまとまっていてですね、すごく美味しいですね。一応クラウドファンディングで僕は購入したんですけれども、まあ、この後ですね、販売されるのかどうかとかっていうのはちょっと僕はわからないんですけれども、一応念のためですね、クラウドファンディングの時の URL 下にこう概要欄にリンク貼っておきますので、よかったら見てみてください。ということで、今日は、カファミルクのですね、レビュー動画でした。ちょっとね、今までコーヒー一問一答っていうのが続いてたんですけれども、たまにはこういうレビュー動画とかも上げていきたいなと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。